どうも、お酒は私なてかまさやんです。こんばんは。今日は2021年12月29日でございます。2021年最後の動画となります。よろしくお願いします。今ね、お酒ちょっと減らしてるんです、はい、で、次の日休み、仕事休み以外は飲まないって決めてるんですけども、まあ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 、年末ですし、お酒は二十歳になってからまさやんです。お酒キャラで来て、ね、2021年最後の動画、お茶とかコーヒーとかじゃ、冴えないでしょ。冴えんでしょ。冴えんわ。ということで、お歳暮でもらったね、ラサイスーパードライ500が、結構残っております。飲みます。乾杯。一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。ピツカリと、ローストビーフ、ローストビーフセットを買ってきました。です。です。めちゃめちゃうまい。2021年、皆さんいかがでしたでしょうか。私は、まあ、プライベート、仕事、そして YouTube 含め、42年間生きてきましたけども、一番いい年だったと思います。はい。で、まあ、YouTube、第三国志のことをちょっとね、話していきたいと思いますけども、まあ、YouTube 自体はね、ほとんどまあ、そのチャンネル登録者数もちょっと伸びた感じで、まあ、再生数とか、まあ、収益はかなり下がってる。まあ、コロナの影響とか、なんか最近、Google の単価がね、なんか広告単価下がってるって他の有名 YouTuber もおっしゃってらっしゃいましたけども、まあそんな関係で、まあ収益もね、かなり落ちてるんですが、まあまあ1年間走れたこととね、まあ、第三国志やりながらワイワイできたっていうのはね、それが一番良かったと思います。まあ、動画本数とかライブ配信の回数は多分減ったと思うんです。減ったと思うんですけど、まあ続けてこれた4年間ね、続けてこれたってことが、まあ一つの成果であるかなと思ってます。はい。うん。はい。で、第三国志もね、4周年迎え、そして来年は5周年ですよね。まあいろいろ言いたいことはあるんですが、まあね、徐々にあのユーザーの意見も取り入れられていってますしね、改善してほしいとか山ほどありますけれども、徐々に改善してるっていうところもあると思います。はい。なかなかね、一つのゲームを4年以上やるっていうのは僕の中で人生でありませんし、まあ末永く遊べていけたから、いけたらいいかなと思って、はい。で、今年1年、まあ、振り返ってみて、前回のライブ配信でもね、自分の YouTube のチャンネルの動画を見ながらですね、語ったんですけど、結構忘れるんですよね、何があったかっていう。見直すと去年の最後のライブ配信っていうのが、鉄道遊兵の軍師名面白いのが出るまで帰れませんみたいな、10個面白いのが出るまで帰れないみたいな、やめないみたいな動画というかライブ配信やったんです。ですね、鉄道遊兵から始まって、軍友等々のバージョン 2.0 でしたっけとか、まあ汚点順次とか今禁止順まで来てるって感じですかね。うん。ゲーム自体はね、まあ、普通にいろんなね同盟にお世話になりながらね、楽しめてこれたかなと思ってますし、まあ、プレイングというかね、そういった、まあ、言うならば、武勲とか、全然稼げてないわけであっても、まだまだ週間100万と、ほど遠いプレイヤーではありますけど、まあ、徐々になんか、成長してるかなと思ってますし、
そこにこだわる、一番にこだわらなくてもまあいいかなとは最近思ってます。もうワイワイ楽しめたらいいかなと正直思ってます。はい。で、まあ思い出のなんかオンラインオフ会もね、今年あったんですね。第1回のね、公式第2回もありましたけど、でまあコロナ禍ということでオフ会もね、リアルオフ会が一切できなかったっていう1年でございました。今年も本当県外ほぼ行ってませんし、うん、まあ、飲みに出たといえば自分の市内ぐらいでね、他の県外とか広島県内であってもね、自分の市町から出て飲むとかいうこともなかったですね、うん、ということで、ただそういう関係でね、まあ、オンラインオフ会、まあ、非公式のオンラインオフ会だったり、あとズームとかディスコードとかバンドとかいろんなツールを使ってですね、あ、ボイチャとかですね、まあいろいろオンラインで、飲み会をしたりっていうのもかなりありました。もう何回数えきれないぐらい、やりましたよね。対談もやりましたし、うん、それが一番楽しいかな。第三国志を通じて、まあ、いろんな出会い、今輪廻鳳凰というね同盟いますけど、ちょっと前ねボイチャー参加しましたけど、うん、いろんなたくさんの出会いがあって、それが一番楽しいんですよ結局、うん、もちろんゲームも楽しいけど、それを通じていろんな、ね、人と出会えるっていう、こうやって YouTube やらせてもらってるんで、いろんな人に声かけてもらって、ほんとね、そこで学び取れることもたくさんあるし。いやー、今年もたくさんの数えきれない出会いがあったかなと思っております。多分来年もね、なかなか県外に出ることは難しいとは思ってるので、またね、オンラインでもいいので、対マンというかね、差し飲み、対マンおかしいか。まあ、差し飲みとか。うん、そういうのでも大丈夫ですし、ぜひ、ね、お誘いいただければと思います。オンライン企画もね、いろいろ増やしたい。臨平烈人大会もね、すげえ楽しかったと思ってます、私自身もね。で、今回の臨平烈人今始まってますけれども、1月3日の夜、2日が日曜の定例なんですけど、2日ちょっと実家にいるんで、実家でちょっとまあその環境は整ってるんですけどね、両親がいろいろ出てきたりしたら、ちょっとハプニングがあったらちょっとまずいので、まずくはないけどまずくはないけど、1月3日月曜かな、1月3日月曜20時から23時間かな、3時間ぶち抜きで臨平烈人大会、まあ、20時半からだと思うんですけど、臨平烈人を23時までぶち抜いてやりたいと思います。1日勝負、ワンデイ勝負ですね。で、今回の商品1位から3位まで、なあ、ギフトカードも考えたけど、まあまあ今回はいっぱい画像出てますね、画像ですので、新定画像ということで、上位3名の皆さんにお好きな画像プレゼント、外観ねプレゼントというのでやっていきたいと思います。またね、これは告知したいと思いますんで、よろしくお願い申し上げます。ということで、本当に今年1年ありがとうございました。来年の目標はね、まあ、第三国志自体は、第三国志自体はね、まあ、今通り、まあ、まったり、ワイワイガヤガヤできたらいいかなと思っております。で、YouTube としては、まあ、スイッチ買ってるんですけど、今スイッチ買ってるので、新しいタイトルでなんかね、もうちょっとなんか、もう一個、今、くにおくんやってるんですけど、まあ、くにおくんはね、ガチのちょっと編集を入れながら今1本作って、多分年、年明けに1本出そうと思うんですけども、まあ、そういった感じでやって、まあ、なんか新しいね、良さそうなタイトルがあったら、それでやっていこうかなと思っております。はい。プライベート、仕事ともども、新たな目標も目指していきたいですし、はい。ということで、はい。1年間、ありがとうございました。また、第三国志。そしてマーサヤン X、 よろしくお願い申し上げます。ということで、お酒は私なんてかませんでした。良いお年を。